ヒットの種類と打ち方の説明です。手首スナップはこういう感じで打ってください。でその次、ここのヒットは、首は、前の部分の筋と横と後ろと全て分けて使ってもいいし、一辺に打ってもよろしいです。で首のヒットでストップを止まるときに首のヒットで止まってください。でその次足はですね、ダウンの打ち方とアップの打ち方と何種類かあるんですけど、アニメーションやるときは足の膝を前に体重かけて落とすように打ってください。でシングルで打つ場合とダブルで打ったり、あと細かくなってきてトリプルで シェイクのような感じで下で打つ感じが、ダウンのヒットです。で次アップで打つときは膝を今度後ろに、ポッピンスタイルのときは後ろに引いて感じで、あと前もあるんですけど、膝をかかとを浮かして、ちょっと早めに音を取ってこう上げる感じで、まあ、大体その3種類で一つの踊りができると思います。胸のヒットはここの筋肉とここの筋肉で押し上げるように、正解です。次はウェーブで、ウェーブはまず奥から右から左、左から右をやってみます。で次は、手から行って次ボディに流します。ウェーブのバリエーションで、ティッキングウェーブ、一つ一つ止めていきます。でそれをちょっと早めにやっ、普段は早めにやった方がかっこいいと思います。
感じです。次、キンコブラ。キンコブラは肩のロールをまず練習してください。右肩はこっち回りになると、右肩は後ろ、左肩は前、こういう感じでロールしていきます。で、それに胸を出して後ろへ下げてこう回していく感じで、それに入るときに首をこっち回りのときは逆に回してください。こっちに右に回して、胸は左へ向いて回す。で、そのときに普通に滑らかに回すコブラと、引っかかりをつけてちょっとアニメーションチックに回すコブラがあるんで、普通は滑らかに、で、引っかかりをつけると、コブラの時に止めを入れるって言いましたけど、まず止めを入れるのにストップの練習をまずしてください。とりあえず足に力を入れて止まる止まり方と、ヒットで止まる止まり方と、とりあえずは2種類他にもあるんですけど、それをまず練習してもらって、ヒットで止まるのは、体全体でヒットを打ちながら、ストップ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 。で、足で止まるのは、ヒットを打たない。体に力を入れて、特に足に体重をかけて、こういう止まり方もあります。これがアニメーションの中のスペシャル FX っていう動きの止まり方に近い止まり方です。これを勉強しておくと、アニメーションがうまいこと踊れると思います。次、ウォークの仕方なんですけど、このオリジナルウォークで。ウォークするときに体重を乗せた方の足をつま先でかかとをスライドさすように、そのときに体重を思いっきりその軸足にかけてもらって、で、進む道をちょっとこう軸をずらしてもらうような感じで、こういう感じで覚えてもらったら、そういう、動きになると思います。